シューマッハシの治療には警察車両で駆けつけたパリの著名な神経外科医が当たるというスイスに家族と共に暮らす同士はメリベルに不動産を所有しているとされている同氏の広報によるとメリベルには私的な滞在のために訪れていた事故発生時は14歳の息子と一緒にスキーを楽しんでいたとも伝えられている